吉田とも発見動画チャンネルです。ここは相模原市矢部にありますこの麻布大学です。非常に以前から獣医系の大学として有名でした。他にこの獣医学部の他に環境保健学部あるいは生命環境科学部があります。この非常に駅に近い便利なところにあります麻布大学です。現在では今お話をしましたようにこのJR 横浜線の矢部駅のところに大きな建物があります。この反対側の方に附属高校がありまして、こちらの附属篠辺高校があります。篠辺高校は先日のサッカーの大会で惜しくも正月の出場権を逃したところです。同じ神奈川県内の東高高校に勝てなかったために準優勝だったために出場の機会を逃したわけであります。非常に正月の試合残念でした。また次の機会に頑張ってもらいたいと思います。終わります。